トベ東京ドームライブの舞台裏で新たなる風が吹き始めた。滝沢秀明率いる芸能事務所、トベは所属アーティスト全員参加の壮大なライブを東京ドームで披露した。3月14日から4日間で計22万人を動員しました。最終日の3月17日の公演はアマゾンプライムビデオで配信をされました。チケットが取れず、配信を楽しんだファンも多かったようです。 4月26日からはライブの模様がアーカイブ配信されますと、スポーツ指揮者が伝えた、旧ジャニーズから移籍した元 V6 の三宅県、元キスマイフット2の北山博光、ナンバー、愛の平野市業と志優太と神宮寺優太、インプ、八尾東達希らが出演し、研修生の11から15歳の5人組グループ、ウィンクファーストもステージに登場し、パフォーマンスを披露した、飛べ設立から約1年で、 完成度が高く評判のいいライブでした。滝沢さんの手腕が光りましたね。ライブの鳥を飾ったのはナンバーアイ、愛で登場時は会場が揺れるほどの大歓声。平野さんはステージを去り際に死ぬなよ、とファンに向けて叫んでいました。感極まって涙を流すファンもいましたよと、その感動を伝える。2023年はジャニーズ事務所の創業者ジャニー北川氏も聖加害が公やけとなり、混迷を極めた一年だった。 事務所を離れるタレントも続出し、男性アイドル帝国が崩壊へと至ったが、滝沢にとってはチャンスの一年だったはずだ。ジャニーズ事務所は、これまで各テレビ局に競合するアイドルの起用などをしないよう、圧力をかけていたとされています。女帝と言われたメリー北川さんが亡くなった後も、そうした体制に変化が見られなかった。こうした影響はとても受けていた。それが、ここに来て崩れ去ったわけです。 今年に入り、戸辺のタレントが地上波のテレビ番組に出演をする機会も増えてきていますと、新しい機会の到来を示唆する。ジャニーズムが垣間見えた部分もあった。旧ジャニーズとの決別し、新たな道を進む。しかし、その一方で、滝沢さんの手によって、ジャニーズムが見え隠れする場面もあった。三宅さんや岸さんらが、女性ダンサーと踊っていたのです。ジャニーズのグループでバックダンサーを務めるのは、主にジュニアか。 プロの男性ダンサーでした。女性ダンサーを起用していたのはスマップとキンキキッズぐらい。嵐でも起用したことはありましたが、ファンからの拒否反応がすごかった。最近ではニュースも女性ダンサーを起用したところ、ファンから不満の声が上がっていました。こうした背景から、ジャニーズアイドルのステージに女性が出演することは基本的になかったので驚きましたと、新たな試みに挑んだことを強調する。とべで女性アイドルの育成も、 滝沢は将来的にトべで女性アイドルの育成をしていく可能性があるとも言及していた。今回の女性ダンサー企業も未来を見据えた布石だったのかもしれない。とはいえ、滝沢さんはジャニーズムを色濃く継承している弟子のような存在。それがトべとして初のライブに女性ダンサーを登場させるとは挑戦したなと感じました。所属タレントも旧ジャニーズからの遺跡組が中心ですから。 ファンが拒否反応を示す可能性も考えたはずですと、その挑戦の大きさを示す。そして、その挑戦は一部のファンから悲鳴を引き起こした。女性ダンサーだけ、本当にやめてください。ステージで女を見たくないです。なえます。男性アイドルのライブに、女性のバックダンサーは個人的にあまり見たくないといった声が SNS 上で上がった。しかし、新しい試みに対する受け入れもある。女性ダンサーと踊ってる気祝。